登山用品販売の石井スポーツは30日、公式サイトを更新し、パキスタンにある世界第2の高峰 K2、8611メートルで滑落し、安否不明となっている同社所属の山岳カメラマンでクライマーの平井出和也さん、45と中島健道さん、39のパーティーに関する最新状況を伝えた。写真あり、野口健志、マナスルミネ登山中にアクシデント救急搬送。 即入院二人は今年6月から K2 未踏の性癖に挑戦していた。だが今月27日、在パキスタン日本大使館が日本人男性二人が滑落したと明らかに。その後、石井スポーツは28日、ベースキャンプからの情報として、両名がいる場所に関しては特定できたが、かなり困難な斜面で簡単にはいけないとのことですと説明していた。この日、 ベースキャンプに戻った撮影隊からの情報が入りましたのでご報告いたしますとして最新情報を発表。昨日、ベースキャンプに戻るまで両名を観測していましたが、最初の滑落した7月27日時点から動きがないとの報告でしたと説明し、未だ安否は不明ですが厳しい状況ですと報告。また、同時期に現地入りしている、 別の k 通登山隊の有志数名が協力の意思を示していただいていますが、現場の状況を考え二次遭難はどうしても避けたいためヘリレスキューの専門家のアドバイスもいただいている状況です。なお、今後、関係者による渡航を実施する予定ですが、行動に支障が出ないように、関係者の追跡、取材などはお控えいただきますように、お願い申し上げますと呼びかけ引き続き。 救出に全力を挙げてまいりますとした。平出さんは優秀な登山家に贈られるフィオレドール賞を過去に3度受賞。中島さんは日本テレビ世界の果てまでいってう。妹あやこエベレスト登山企画にも参加していた。